どこにもいるよ。どこにもいるっていうか。まずね。はい、皆さん、すぎちゃんです。今日は、ゆかが、まあ子供産んでずっと家にいるから、やっぱりちょっと鬱みたいかなっていうか、結構グーチュン？なんかご飯食べるとき、俺の顔見たくないとか、なんかいきなり出るときピンタンされたりとかね、攻撃的ないんですね。攻撃的、今。すごい攻撃的で、ちょっとネットで調べたらやっぱなんか産婦ウルチュンみたいのがあって、やっぱゆかみたいに外出たい人家でいっぱいして、やっぱ子供産んでからがちょっと鬱が来るらしくて、だからこれをどうしようかと思ってちょっとロハンと相談して、ちょっとサプライズしてみようかなって思って、ロハンもね、今ロハン忙しいだからちょっと疲れて寝てるんですけども、じゃあロハンとスギちゃんとちょっとしたサプライズ、本当にしょうもないけどね、本当にしょうもないけど、ちょっとしたサプライズやってみます。じゃあゆかはどういう反応をするか行ってみましょう。はいはいはい、何ですか？今日は、はい、私とロハンがまあちょっとしたゆかちゃんのその産後ウールジュミエちょっと遠海で学んがる、ロアンティと一緒に準備しました。わかんない。まあ、本当にちっちゃいチンカスみたいなやつだからさ。まあ、一応、外出たらさ、ちょっと、ありますよ。まあ、笑えるように、本当にしょうもないんだけど、これが、まあ、スギちゃん的な、ちょっとしたサプライズかな、ロアンと。まあ、ロアンも好きと思う、多分。ロアンも喜んでた。本当に。はい。見てみますか。はい。まあわかんないわ。なんでもどこにもいるよ。どこにもいるっていうか。まずね。やばい。どこにもいる。これ、これ本物やな。本物。いや、これはサプライズじゃない。これは本物ですね。これ本物。これ寝てんだよ、普通に。違う。これすごいね。ねえ、これ結構いい顔だったからね。ねこれ多分とてもいいと思う。毎回見てねってことでさ。ここに過去。トイレちょっと座ってみ。それ毎日座ってみ。すごいよね。座ったら、なんていうか、あのゆかいつもあの開けてするからね、うんこも。あ。なんかいる。怖いぐらいいるやろ。なんかいる。怖いぐらいいるやろ。なんかね、印刷して。怖いぐらい怖い。え、すごい。マルクもね、俺結構勉強してさ。じゃあパソコンを開けてみてください。もしかしてじゃないんですよ。分かった。あ。近い。大きいやろ。大きい。ロハンの時代になりますわ。あ、やばい、これやばいやろ。ロハンの地獄だ。こいつもね。まあこんな感じです。軽いなんかサプライズですね。ちっちゃい。これからも。あとちょっと締めてください。あの最後のインタビューちょっとやって。あ、ちょっと待って、あのね、誰かがゆかに今メッセージ送ったのね。それだけ一回確認して。見える？見える。ちょっと感じちゃった。何？何？誰ですか？ちょっとあの、はい、テキスチャーにあの携帯のテキスチャーになんか違いがあります。はい、見てください。もうこれハボタンに追いかけた。これでケース作ろうかな。そう、ね、あのこれで服作ろうかなと思ってさ。すごい、ありがとう。はい、どうですか、ロアンティと一緒に準備したサプライズは。とても良いと思います。はい、もうこれ可愛すぎてさ、いつもうちら見るたびおってなる写真だけど、はい、家中にロアンティがいます。はい。いいね、見るたびなんかホッてするね。
ありがとうございます。これからもロハンティと二人でたまたまサプライズしますね。たまたまサプライズ。たまたま。分かった。結構は無理。でもこれ可愛いわ、俺が。めっちゃ可愛い。可愛くない皆さん。すごい。はい、じゃあ、はい、ありがとうございました。なんか私がやっぱり家に結構いるから、たまにね、落ち込んじゃうっていうか、そういう時あるんですけど、すんちゃんとこうやってサプライズしてくれました。また待ってます。ルハニドジョアゲチ。かわいいね。あの、ほんの人ぐらいにかわいくなってほしいね。最後まで見ていただいてありがとうございました。 Instagram と TikTok フォローとチャンネル登録もお願いします。これスタンプ作ったらどうですか皆さん。はい、それでは次の動画で会いましょう。バイバイ。